はい、気温一人です。いつもありがとうございます。ぼっち飯やっていきます。今日はですね、人気レシピをね、ちょっと調べてみましたね。簡単でね、人気なレシピということでね、レシピサイトを見ましたらですね、鶏肉のネギマヨポン炒めというのをね、発見しました。これはね、胸肉で今回やりますね。もも肉でもいいんですけどね、鶏の胸肉ってね、結構ね、ヘルシーでね、脂分が少なくて、しかも安くてね、食べるならね、大量に食べるんだったらね、鶏の胸肉がいいなと常日頃思ってたんでね、それに合うね、簡単で、すごく美味しいメニューをね、ちょっと探してました。そしたらね、偶然に見つけたんでね、今回はね、ぜひ作ってみたいということで、挑戦してみようと、思います。はい、材料ですけどもね、胸肉ですね。あと塩コショウ、醤油、お酒ですね。これは味付け用ですね。あと片栗粉、そしてね、マヨネーズを、なんか油を使わずにね、マヨネーズで炒めるみたいですね。そんで味付け用にもマヨネーズを使うと。あとはね、まあトッピングみたいな感じで、最後にね、刻みのネギをね、振りかけて、まあポン酢でいただくという感じですかね。あとはね、こちらにあるように、納豆ですね。あと味噌汁とご飯という感じで作っていきます。はい、じゃあやっていきますね。まず胸肉を切ります。食べやすい一口大ということなんでね、これぐらいかな。皮がね、なかなか切れないね。これは意外と、食べ応えがあるかもね。袋を用意したんでね、袋に入れますね。胸肉をね、そして適当にね、お酒が大さじ1杯、1杯って書いてあったから適当です。あ、ちょっと入れすぎた。醤油も、はいはい、塩コショウ少々ということ。そしてね、これをね、もんどきますね。もんで、10分ぐらいね、放置だそうです。つけときます。はい、レタスをちょっとね、一応のせときますね。やっぱ野菜がないとね、なんとなく、つまんないというか、彩りがなくてね、肉ばっかだとね。はい、ちょっと多かったかな。まあいいや、たくさん食べましょう、野菜は。はい、はい、片栗粉をまぶしますね。10分ぐらい経ったんでね、適当ですね。まあ本当に大さじ2杯から3杯って書いてあったんで、これぐらいかな。はい、これで揉んできます。もうちょっと入れよう。はい、片栗粉もね、久しぶりに買いましたね。このためにね、あまり使わないですね、片栗粉。うちはねえ、はい、なんか割とこれぐらいがいいかなっていう感じのイメージになってきましたんで、これぐらいにしときましょうかね。はい、火を入れてきますね。で、今回ね、マヨネーズを、サラダ油とかね、そういう感じの代わりにやるということで、ちょっと戸惑いはありますけどね、初めてなんで。これぐらいかな、大さじ2杯。
どんな感じになるんだろう。こんな感じでちょっと徐々に伸ばしてみますけど、意外とマヨネーズと油が多いんだね。こうやって見ると結構ね、油が出てきました。あ、こういう感じなんだ。こんなに油が多いんだマヨネーズって。結構ね、食べてましたけどね、なんかちょっとマヨネーズ控えようかなと思いますなんかはい、ここに、入れてきますね。うわうわ、あんまりね、動かすなと言ってたんで、一個一個をねちょっと、離してね、くっついてると厄介なんで。くっついてんなやけに。はい、皮がねくっついてたみたいです。なんか独特のね匂いがしますね、マヨネーズの。はい、ちょっと弱火にして火を通しますね。あんまりね、転がしたりしないようにということなんでね、このまま静かに焼いてきますね。美味しそうに見えるね、でもね、本当に、いい感じ。見た目すごく美味しそうです。これでね、本当に肉に火が通れば食べれそうですね。はい、美味しそうです。ちょっと見てみますね。あ、だいぶいいですね。ただね、僕はね、肉の生焼けが、生というかね、レアがあんま好きじゃないんでね、ちょっとウェルダンでいきますね。ちょっと長めに焼いていきます。はい、でもまあちょっと火はね、止めておいて、このまんまにしておきます。はい、味噌汁を温めますね。はい、ご飯を温めます。もういいです。はい。昨日の残りの味噌汁ですね。はい。これぐらいがいいかな。これぐらいでいいかな。はい、これですね。そしてね、ポン酢が大さじ2入ってどれぐらいだろう。これぐらいかな。はい、マヨネーズが大さじ1杯確か。これをね、かき混ぜますね。そしてこちらにかけると、サラダネギのトッピングするの忘れそうだった、危なかった。はい、これでこうトッピングしました。はい、美味しそうですね。結構ね、いい感じ。はい、はい、どうでしょうか。新メニューですね。美味しそうです。胸肉ですね。はい、楽しみです。あとはね、納豆と味噌汁にも、ネギのトッピングですね。あとはご飯ということで、食べていきたいと思います。それでは、いただきます。まずはね、納豆を混ぜますね。まあ、ちょっと、どんな味か早く知りたいんだけど、これを混ぜておきます。これ50回混ぜるとかよく言いますよね。あとこう逆回しをやるとかね、なんかいろいろなんか
以前聞いた覚えがありますけどね、まあ、今日はちょっとめんどくさいんで、もうこれぐらいにしときましょう。これですね。はい。どんな味だろう。予想してた味よりなんかさっぱりしてますね。ポン酢、マヨネーズ、ちょっとなんて言うんだろうな、あんまり食べたことない味で、もちろん美味しいですね。さすがね、人気レシピらしい感じですね。ただなんというかね、これこんな味ですよっていうのが口でうまく言えないな。あんまり食べたことない味で。美味しいけど、表現しづらい味ですね。さすがレシピサイトでね、人気のレシピ、簡単だしね、しかもね、これ人気になると思います。胸肉でね、さっぱりした感じで作りたかったら余計にいいと思いますよ。あのクックパッドとか、レシピサイトに載ってますんでね、検索してみてください。くどくないのがいいね。味噌汁。マヨネーズにもね、酢が入ってるし、ポン酢も酢が入ってるし、なんか割とね、あのお酢が入っててね、さっぱりした味っていう感じかな。ただなんて言うんだろうな、すごく甘辛いとかね、なんかそういう感じのあの味じゃなくて、まあ独特の味ですね。でポン酢が好きだったらね、ぜひおすすめですね。ポン酢が好きな方は、あと鶏肉が好きな方、肉が好きな人だったら、まあ全般的にこれは美味しく食べれるんじゃないかな。これはね、あのまた作るメニューになりそうですね。ほんとなかなかいい、これは。確かに。しかもね、あの胸肉だとね、材料も安いし、意外や意外、意外とあのさっぱりした味でね、これはいいと思います。このレタスとさっき作った調味料ですね、あの味付けのマヨネーズとポン酢で和えたやつね、これがね、またあのレタスに合うという。納豆もね、僕の場合はお昼の定番ですね。納豆はお昼しか食べないですけどね、本当にあの週に4回ぐらいは食べてるかな。それでも4パック、4パックというか 4回ね。最近ね、残り物をね、こうやるメニューばっかだったんだけど、やっぱね、ちょっと新メニューでね、こういう簡単でね、人気メニュー、人気レシピみたいのをね、探して作れるやつはね、どんどんやってみた方がいいかもしれません。今日はね、本当にあのこれやってみてね、新たなメニューが増えそうですね、これはね。いつもよりね、おかずが少なかったこともあるし、美味しかったんで、ちょっと早く食べ過ぎましたね。
僕割と早食いなんでね、あまり、弟もそうですけどね、あまり噛まないという。よく噛んで食べましょうとは思うんですけど、無理でしたね。美味しかったです、本当に。ごちそうさまでした。今日はね、鶏肉なんだっけな。鶏肉のネギマヨポン炒めですね。こちらをね、作ってみました。本当にね、安くて作れるし、胸肉というね、ヘルシーな肉でね、脂っぽくない。食べれるんでね、これからもちょっと定番メニューになりそうな感じの、レパートリーがね、増えましたんで、よかったです。ということで、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。基本一人でした。